おはようございます。どうですか、調子の方は。まずまずです。まずまず。じゃあ早速ですけども、クラブセッティングを紹介してください。はい。こちらです。こういうバッグですね。これがアサミンのバッグ。かっこいい。これすごいね、派手じゃない？ちょっと。これすごい、なんか言われるんですよ、派手だね。これはムータ。ムータのスケルトン。スケルトン。なんかスケスケです。ああ、なんかエロいね。はい。なるほど、わかりました。はい、じゃあまずなんかいっぱい。ちょっといっぱいあるねこれ。欲張ってるんで、ちょっとドライバーが3本あるんですけど。3本。まあメインはこの。ちょっと待って。はい、メインはメインはテーラーテーラー M6 テーラーメイド M6 これはシャフトがディアマナの 50g 50黒いディアマナですね。そうですね、 SR ですね、はい、これどんな感じですか。これはちょっとやっぱり捕まりにくいので。捕まりにくい、まあ捕まえようとせずなんですけど、まあこれはしっかりしたシャフトなのでちょっと硬いんですね。うん、やっぱり当たってくるとやっぱすごく距離も出るし。ああ、なるほど。期待の星って感じ。じゃあ触れるようになったらエースドライバーみたいな、うん、そんな感じですか。そんな感じですね。はい、ありがとうございます。あとはまあ一番これが合ってるなと思うんですけどまあ結局3本悩んでるってことですね。わかりました。はい、まあ、結局こいつに戻ってこれちょっと借り物なんですけど、これはピンはい、ピンのただの初代のピンかな。初代ピン。はい。ピンにこのシャフトがまた黒影。あ、黒影。はいはいはい。黒影のこれも 50g。50g ですね。フレックス S。これもハードなんですけど。ハード。はいはいはい。やっぱりこう降りてきた時にピシッと走る。走る。はんはんはん。なんでまあ先上司。そんなんわかるんですね。って言ってました。なるほど。はい。すごくいいクラブです。まあ今んとこじゃ一番いいかなぐらいの感じですか。ただちょっと音が。ああ、まあね、ドライバーってね、音は重要ですからね。テーラー、まあこの M4 もいいかなと思うんです。これはもう純正の吹雪。はんはん。これはもう一回M4 です。はんはんはん。はいはい。で、まあ、これはまあ普通にシャフトが吹雪。吹雪の S。これは何で持ってるんですか。これは一番最後に買ったんですけど。最後に買った。この後紹介するウッドがすごくバランスが良かったので同じように。なるほど。ですけど、あんまりいまいち。あんまりいまいち。なるほど、ね。この2本でちょっといい方を使っていきたいと思います。はい。で次がこの紹介した流れの M4 の5番ウッド。5番ウッドですね。このまま純正で、これは SR。純正の。SR ちょっとこの他に比べたら、ロースペックっていうかこれだけはちょっと柔らかいのかなと思ったりする。なるほどね。まあ結構ピシッと仕事してくれます。まあいい感じってことですね、うん、いい感じ。はい、それの7番ウッド。7番ウッド。はい、あとはちょっとユーティリティは、これはキャスコ。ユーティリティが2本入ってるわけですね。そう、5番 U、7番 U、キャスコのパワートルネードっていう、うん、ちょっと結構昔のシリーズなんですけど、なんか結構使い込んでる感がちょっと渋いですけど、うん、ちょっとこれはねそろそろ変えたいなと思って。あ、なるほど。まあこれもテーラーにちょっと変えた。これちなみにユーティリティの、5番と7番、何ヤード何ヤードぐらいですか。そうですね、5番は150前後、はんはん、7番は、まあ、130から140ぐらい、それで使ってます。まあ、5番 U はもうめちゃくちゃ使うので。なるほど、だからそんなハゲてるんですね。ハゲてます。でも使い込んでかっこよくなってますね。まあ、いいハゲ方ですよね皆さん。はい、わかりました。もうすぐ買えると思います。はい、あとは、まあ、アイアンですね。次アイアンは、6番からですけど、うんうん、6789P、 こちらが6から P まで、はい、6789P。ヤンヤンはこれはちょっとオノフ。オノフ、はいはいはい、赤オノフって呼ばれてるやつなんですけど。あ、なるほどね。まあ優しいヘッド。あ、結構なんかあれですね、ソールがまあ割としっかり厚めで優しそうな感じの、うん、優しい感じ。ちょっとあんまり使ってる人がねオノフっていないんですけど、うんうんうん、まあまあ
ていいかなと思って。シャフトはこれはスチール、シャフトはこれは日本シャフトの、ゼロス、一応スチール、軽量スチール、軽量スゼロスね、ゼロス8、ゼロス8ですね、はい、NS プロ、はい、はい、これが P までってことですね。これが P までですね、はい、次がウェッジですね。ウェッジは、まあ、全部クリーブランド、クリーブランド525658、はいはい、使ってます。でもメインほぼ521本です。うん、転がしアプローチみたいな、うん、転がしアプローチ、なんかタイプがちょっと全然違うんですけど分かりました。58はほとんど使ってないんですけど、はは、この56はさ一番最近ちょっと入手して、あ、なんかね優しそうだね、うん、それバンスがすごい効いてるので、あ、まあ、バンカー専用っていう感じで、はい、52をいい仕事をしてもらいたいと思ってます。なるほど、はい、分かりました。あとはパター、重要なパターですね。パターはいろいろ迷ってはいるんですけど、やっぱこの名機、ツーボール、ツーボール、うんうん、のブレードですね、うん、ブレード、はい、ただちょっと軽いのでどうしようかな、まあ、ちょっと重りもね、ここ重り張ってますもんね、すごく張ってて、うん、このこっちはどんな感じなんですか、ツーボールの、ツーボールの丸は、ああ、なるほどね、もうすごい昔のです、はんはんはん、だけど、ね、まあ、有名なやつですね、まあいいんで、でスーパーストロークつけて、そうです、はい、使い込んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、あさみんはこんな感じで、はい、今年もクラちゃん出場して頑張るということではい、とりあえず90台ぐらいで回ってみたいと思います。はい、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。